犬は州熊野の木々に囲まれた熊野本宮が舞台です。献上品として集められた金の反物を都からの使者が風景に魅了され和歌などを読むうちにすっかり遅くなり役人に大層叱られます。そこへ巫女に乗り移った神様が現れて決まり事より振り回されるよりも自然の美しさを感じ和歌などを読む風流な心の方がずっと尊いと教えます。とても爽やかなお話です。では能の一部をおしまいで